どうも、お久しぶりです。ハイボール研究所研究員、柴田です。先日、僕、パチンコの営業中にウイスキーの差し入れをいただきまして、で、そのウイスキーがめちゃめちゃ美味しかった。で、めっちゃいい、美味しいウイスキーだったんで、今日はそれを皆さんに紹介したいと思います。で、それがね、こちらです。はい。もうね、飲んでね、飲んじゃって、開けて飲んで、で、それすごい美味しかったんだけども、これね、カティーサークって言って、スコッチ、スコットランドで作られているウイスキーです。で、今日はね、これに飲んで、今から僕は飲んで皆さんに味をね、お伝えしようと思うんだけれども、まあ、なんのこっちゃっていうね、まあ、ただその、僕はこうやってね、飲んだものをさ、こうやって、言葉で伝えても、いや、なかなかこう伝わりづらいと思うから、ソムリエじゃないでしょ、これ。だから今日はね、みんなが、まあ、よく飲んでいるだろう、この、角。この角を、ハイボールで飲んで、で、カティーサークもハイボールで飲んで、で、角とどう違うのかっていうのを、ちょっと僕は皆さんにね、解説したいと思います。じゃあね、まず角の方からちょっとハイボール作っていきましょう。まあ、今回はなんかレモンの薄、輪切りとかはまあ入れずに、このまま飲みます。じゃあ、いただきます。乾杯。うん。美味しい。まあでももう、あまりにもさ、この角具を飲む機会が多すぎて、なんかもう、なんつうんだろうな。これがもう基準みたいな感じで、まあ、まあ、うまいはうまいけど、なんかまあ、さほどの感動は生まないよね。もはや。ここまで来ると。次は、カティーサーク。ではこちらがカティーサークの、ハイボールです。いただきます。うん、あのね、角よりもね、甘くて香り豊かで、なんかこう飲みやすいね。まあ、角も相当これ以上ないってぐらい飲みやすいウイスキーなんだけど、角用をもっと飲みやすくして、もっと甘くした感じ。うん、まあまあ普通、やっぱ、まあ、角は普通なんだけど、カティーサークはね、本当にね、こうまずね、口に含んだ瞬間にこうなんかふわっとこうなんかね、甘いね、香り、なんかチョコレートじゃないけど、なんかそれ系のなんかこう甘いね、香りがね、ファッと口の中に広がってね、すごい甘くて飲みやすい。で、このね、サントリーの角も、このカティーサークも、両方、モルトグレーンって言われてるウイスキーで、で、これ何かっていうと、モルトウイスキーっていうのは、大麦を原料にして作られたウイスキー。で、グレーンウイスキーっていうのは、ライ麦とかトウモロコシとか、小麦粉、小麦だよね。小麦を、原料に作られたウイスキー。で、この、モルトウイスキーとグレーンウイスキーを、こう、ダブルで合体させたのがモルトグレーンって言われてるウイスキーで、これね、両方とも、モルトグレーンウイスキーなんだ。な、まあ、両方ともこう、ミックスして作られてるもんで、まあ、片方こっちは、日本が作って、で、こっちは、まあ、スコットランドが作ってるっていう感じなんだけど、俺はね、これまで、なんかまあ、角もそうだし、白州とか響きとか、山崎とか、日本の、もうジャパニーズウイスキーが一番こう、自分の口に合うと思ってて、で、飲んだ。で、まあ、ジャック・ダニエルとかさ、あとは、まあ、よく飲むのであれば、ジムビームとか、バーボン系、もう別に飲むっちゃ飲むんだけど、やっぱなんかちょっとね、こう、口に入れるときに、こう、っていう、この、なんか拒否感、こちらなんかそのなんかあんじゃん、抵抗があんじゃん、こう飲んで、あっていう、あーこうなんだ、あバーボンだなっていう抵抗があるんだけども、このね、カティーサークに関してはジャパニーズウイスキーよりもなんかちょっと飲みやすい。うん、でちなみに、この角瓶の方がアマゾンで買ったら1400円で、カティーサークの方が、このままアマゾンで調べたら1200円ぐらいで、実はね、カティーサークの方がね、洋酒なのに安いっていう感じで、安くて飲みやすい。
で、美味しい。でね、俺は、これから、まあ、角、4リットルあるから角飲むけども、これから、俺多分ね、こっち、買ってこっちをね、家にね、ストックしていくことになると思います。まあ、そんぐらいね、美味しくて、お、これいいな、うわ、めっちゃ気に入ったわ、と思ったウイスキーでした。で、パチンコ屋でね、差し入れくれた方、本当にありがとうございます。これ、本当に美味しいんで、皆さんぜひ飲んでみてください。はい。という感じで、柴田が、おすすめ、のカティーサーク、紹介しました。では